シャド・クルーガーは、カナダのミュージシャン、ボーカリスト、ギタリスト、ロックバンド、ニッケルバックの中心人物であり、ベーシストのマイク・クルーガーは実刑、元メンバーで、初代ドラマーのブランドン・クルーガーはいとこにあたる、カナダのアルバータにて生まれる、13歳の頃からギターを弾き始め、1990年代に、入るとマイク、ライアン・ピークとの3人でバンドを結成、これが、 後のニッケルバックの前身となる。以降のニッケルバックとしての活動は、当該項目を参照のこと。ソロ活動では、2002年の映画、スパイダーマンの主題歌、ヒーローを制作、ヒットさせている。また、同年、サンタナのアルバム、シャーマンの中の、ホワイドンチューアイと、2007年のシングル、イントゥーザナイトで彼と共演を果たしている。プライベートレーベル。 604レコーズを立ち上げた。ニッケルバックでは、リズムギターだけでなく、時にはリードも取る。バンドの音楽性やメンバー構成などもあり、メタリカのジェームズ・ヘッドフィールドを彷彿とさせると評されたことも。ギターのトーンは、エレクトリックとアコースティック両方のサウンドを混ぜた出力であり、ハードなサウンドの中にもアコースティックサウンドが品質するニッケルバックの楽曲においては、 需要の高い機能である。メインギターは2004年製の PRS のシングルカットモデルをはじめ数本揃えている。2010年にギブソンレスポールにピエプを搭載したシグネーチャーモデルブラックウォーターを発表した。ライブではライアンと共にボーカルマイクをメインマイクとエフェクト用マイクの2本揃えてスタジオでのサウンドを再現するのが大きな特徴である。 ギターサウンドにおいても、ライブでは他の楽器の音が混ざらないよう、アンプのキャビネットを独立したアイソレーションボックスに入れて、音を拾い、クリアなサウンドを実現している。アブリル・ラビーンと半年間の交際を経て、2012年8月8日に、婚約、翌年7月1日に南フランスで挙式したが、2015年に破局。ありがとうございます。